私は福山和人さんを応援しています。福山和人さんが市長を目指しているのは京都市という町です。京都市の皆さんには京都人らしい、京都市にふさわしい生活を送っていただきたいと思うんです。で、別にそれはものすごくお金持ちでなきゃいけないとか、何か特殊なことをしなきゃいけないということではありません。皆さんが心豊かに、そして安心しながら生活をしていただきたい。その中で京都人らしい輝きを持ってほしいと思うんです。福山さんが今回出しているとてもとてもきめ細かい政策は、そういう京都人の皆さんが心豊かに素敵に生きるためのヒントがいっぱいです。例えば幼児教育の無償化、その中でも今復職費がその対象外になってお金を払わなきゃいけないという方多いんですけど、大事な子どもを育てるためのその復職も費も、市で面倒見ましょうって言って国にも要求しましょう。まあこれ一つとっても、なんて本当に福山さんはみんなのことをきめ細やく考えているのかなというふうに思います。そういう素敵な政策がいっぱいのこの福山和人さんを私も全力で応援していきたいというふうに思っています。